で、これだ。米さんご 180cc カップかけ3洗い。うわ、なん、ひじきご飯みたいな感じかな。ひじきご飯だね。できた。うん、なんだ？肩の女。腰の女じゃね？腰の女。腰の女だよ。豚うまそう。投入。10秒。うん。たったの10秒。あと10秒で世界が終わる。そんな時だ。世界が終わる。あと10秒で。うん。これはラフテー。まっちゃん2つ。やったぜ。うまそうね。え、うまそうじゃない？ひじきご飯。ひじきご飯だ。ちょっとまだ水っぽいかも。有名な話。いただきます。まずご飯食べようかな。食べたことない。するな。うん、めっちゃ好きな味だ。え、マジで？上々。うん、うまい。うまい。うん、おいしい。ひじきご飯。ひじきなんだけど、うん、結構ね、ひじきご飯じゃない。え、どういうこと？なんか食べたことないやつ。ちょっと油、豚の油みたいな感じだ。豚のなんか油を入れるんじゃん、うん、やっぱそうなん。そんな感じはする。いただきます。これ、うん、うん、え、マジじゃん、うまっ。うん、ジューシー。ジューシーだね、まさに。うん、うん、すごい、これ。うん、あ、でも美味しい、美味しい。うん、うん、あっさりしてる。うん、うまい。塩気っていうか。わかるわかる、塩気あるよ、うん。ラフテーえぐいね。えぐい。えぐい。うん。これだけでご飯。うん。一生食べる。一生。なんかさ、今日ちょうど沖縄のさ、あの無印沖縄のやつ編集してて、うん、それ見ててさ、めっちゃ食いたくなって。うん。それでさ、今日にしたんだよ。あの日も沖縄ご飯食べてた。ん？あの日も沖縄ご飯食べてた。あの日、あ、ね、それな、まだ。ご飯食べてる時何してるか分かんないの。なんかさ、昨日もめっちゃ疲れだったんだよね、撮影で。ほんと？もごもごしてる感はある。まあ俺もなんだけどね。滑舌とかさ、俺ずっと悩んできたからさ。私も。ほんと？悩んだ。でさ、なんかさ、うん、言葉の相づちめっちゃ悩んじゃうんだよね、最近。確かにってすごい言っちゃうの。それが、なんか自分の中で言い過ぎじゃないみたいなところがあって、うん、悩んでる。なんかそれしかバリエーションないんかみたいな。相づちはむずいな。普通とかでずっと確かにって言う人って、あ、うん、話の面白みがないから、なるほど。なんかあんま良くないなと思って、うん、それこそバラエティ番組とかでも、うん、ずっとやっぱ同調してる人よりは、うん、なんかそれから展開していく人の方がやっぱ伝わりやすい。うん、フワちゃんとかすごい。何々で草っていうのもやめたい。あんま言いまくってる。なんか TikTok でさ、うん、草とかワルタとか使う女の子はあんま好きじゃないみたいな投稿見てマジと思った。俺も結構使える。 LINE とかも添える会話してもん。基本草かワルタしか返してない、うん、一回聞いちゃうと頭に残って、うん、ずっとそれがこびりついてる。全部確かにの話を忘れてくる。すごい やめたいんだよな、これ。ホストとかキャバ嬢とかに聞いてみたい。そういうの、あの、広がるプロじゃね。確かに。てんてんてん。確かに、てんてんてん。新生活の思い出ある。新生活の思い出？俺4月、あの、専門の時さ、一人暮らし始めるってなって、うんうん、3月ぐらいから一人暮らし始めてたんだけど、うん、4月に入って新生活ってよりはもう3月から新生活って感じだった。あー、なるほどね。めちゃくちゃなボロアパートだったよ。どんな？どんな？
MC なの？え MC になった。だってさ、めちゃくちゃのボーラーパートだよって言われてさ、あ、そうなんだってさ、話終わったらかわいそうじゃない？そりゃそうだよ。ミチミチ言うし、うーん、俺の隣にしか人がいなかった。部屋の隣。誰？どんな人？おじさん、おじさん。どんな人？どんな人？これ概要欄にも書いてあるけど、それで、あの雪の日に飛んで、いなくなった。飛んだってどういうこと？いや、急にいなくなったね。マジで失踪だって。うらやましいなって。新生活の思い出よ。え？あれでしょ、誰でしょ。高校1年生とかさ、高校入学の時とか。ああ、それは新生活じゃない？新生活だ。あんま思い出したくないことしかないかも。え、切ない。私、毎回1年生でさ、友達ゼロ人なんだよね。え、でも俺もそうだわ。いや、同じクラスで1人、見つけて、うん、でもその子の病弱だったのかわかんないけど、辞めちゃった。ああ、高校辞める子結構いるよね。うちの学校おもろかったよ。なんか、めちゃくちゃオタク校で、なんか入学当初はヤンキーみたいな人結構いたの、うん、まあ、10人ぐらい。そいつら全員、ほぼオタクだから、馴染めなくて、うん、不良が。不良が逆に学校辞めてった。オタク強すぎだろ。オタク強い。群れをなすオタク最強。群れをなすオタクは最強だ。関係じゃないからね。もう小学校の時の方が下になった。小2まで友達ゼロだった。切ない。私1年は基本友達ほぼいない。切ない。でも2年でいいんでしょ。なんか、いや、そうだ、私ね、毎回ね、そうなんだけどね、2年、3年でね、急にね、あの、めっちゃ人が増える。ん？なんでだろうね。萌えちゃんって街だからじゃない。あ、街だからかも。街キャラだから。街キャラだから。話しかけにくい雰囲気、昔からあるみたいな、うん、それもあって、1年は結構孤独。2年ぐらいから急に友達増える。俺も話しかけにくいタイプってよく言われる。ほんと？まあ、ぽいわね。小山くんの話しかけにくい。すげえしょっぱい。ご飯にかけると美味しいよ。あ、絶対うまいじゃん。うん、おにかけよう。なんか食べやすい。あなた天才。うん。え、うまっ。うん。私、いまだにそうなんだよね。なんか現場とか行ってもさ、結構ポツンとしてること多い。誰かに話しかけてほしいなと思いつつ、うん、自分から話せないので、ただぼーっとしてる。いや、でもあれあれよね。なんかスマホとかいじってると、ちょっと態度悪く見えるかなと思ったりして。わかるわかる。何してるかわかんなくて。俺、大抵ペットボトルの成分表見てる。あれ、カバンゴソゴソしてる。あれあるやん。それから俺、永遠に靴紐結んでる。ちょっとあれだなって。カワチューシー。はい、ということで、沖縄パーティーでした。はい。はい、ということで、あ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ終わるか。はい。ごきげんよう。ごきげんよう。Ha ha 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 ha